ナンバーアンダーライン愛のサマソニー大阪2024は、まさにその魔法を体験する場所であり、ファン一人一人にとっての特別な思い出となった。翔くんがサングラスを取って、乾杯しようと呼びかける瞬間、その場は歓喜の声に包まれた。ステージの幕が開いた瞬間、会場は興奮と期待で包まれた。ナンバーアンダーライン愛の登場を待ち望んでいたファンたちは、長時間の待機にもかかわらず、 その瞬間に全てが報われると感じた。アスファルトや芝の上で始発から待機していたファンも少なくなく、そんな彼らの情熱は、炎天下の暑ささえも忘れさせるほどだった。乾杯という一声とともに、会場全体が一つになり、まるで人生のハイライトがそこに凝縮されているかのような感覚に包まれた。その一瞬に全てが集約され、音楽フェスの真髄が体現される。水分補給の呼びかけさえも、 ナンバーアンダーライン愛と観客とのつながりを深める瞬間だった。彼らのステージが終わった後も、観客はエアーステージの出入り口付近で余韻に浸り、まるで夢の中にいるかのような感覚を味わっていた。しかし、夏フェスの楽しさと過酷さは表裏一体だ。熱中症のリスクが高まる中、倒れたファンが救出される場面もあった。その一方で、 倒れることなくナンバー・アンダーライン愛を目にするという強い意志を持ち続けたファンも多く、彼らはまるで己との戦いに挑むような姿勢でステージを見つめていた。このような体験は、フェス特有のものであり、誰もが覚悟して挑むものだが、それがまた特別な思い出となって心に残る。ナンバー・アンダーライン愛の登場シーンは、まさにファンにとってのクライマックスだった。紫のリストバンドを手に、観客は歓喜の声を上げ、 目の前に現れた彼らの姿に目を奪われた。ゴッゴッグーと拳を掲げる瞬間も、その後の疲労感とともに一つの達成感が感じられる。そんな中で、バナナという曲が特に注目され、その瞬間に感じた感情は、何者にもえがたいものだった。この日、岸く君の目が少し腫れているのに気づいたファンもいた。寝不足か、疲労の影響かと心配する声も上がったが、 それでも彼のカリスマ性と色気は健在で、会場全体を魅了した。彼のパフォーマンスに対するファンの感謝と感動は、終始絶えなかった。そして、二日間にわたるこのフェスでの疲れが見え隠れする中でも、岸くんは超絶的なかっこよさを見せつけ、まるでステージの神様が宿ったかのように輝いていた。フェスの盛り上がりは、特に男性ファンの中でも印象的だった。 普段はナンバーアンダーライン愛の音楽にあまり触れないような男性たちが、彼らのかっこよさを耳にし、ステージに足を運んでいた。ウォーとしか知らないけど、かっこいいと聞いてきたという声や、平野翔は知ってるけど、どんな曲を歌うんだろうと期待を持ってやってきた男性たちが、ステージを目の当たりにして興奮する姿が見受けられた。彼らがナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに魅了され、ウォーと声を上げる瞬間。 それはまさに音楽の力が新たなファン層を開拓している証拠だった。そして、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンススタイルもまた、彼らの個性を強く感じさせるものだった。もっと声を出せ、という定番の煽りではなく、もしもしといった独特なアプローチで観客を巻き込む。そのユニークさが、ファンのみならず新たに彼らの音楽に触れた観客をも引きつけたのだろう。暑さの中、 汗をかきながらもステージを走り回り、観客一人一人に届けようとするその姿は、まさにプロフェッショナルであり、音楽に対する真摯な姿勢が感じられた。このフェスでは、彼らの声かけも感動的だった。長い時間僕らを待ってくださってありがとうございます、後ろの方見えてますか、といった言葉が、ファンの心に深く響いた。観客との距離を感じさせない、彼らの誠実さと親しみやすさが、 この瞬間にも現れていたのだろう。ダンサーとの一体感もまた、ステージの楽しさを倍増させた。観客は一緒に踊り、ダンサーのパフォーマンスに魅了されることで、ステージの世界に完全に引き込まれていった。この日、大阪の青空の下、ナンバーアンダーライン愛の3人が爽やかな笑顔でステージに立つ姿は、観客にとっても彼らにとっても特別な思い出となった。特に翔くんがサングラスを取って、 乾杯しようと呼びかける瞬間、その場は歓喜の声に包まれた。彼の嘆きスで多くのファンが心を打たれ、まるで夢を見ているかのような気持ちにさせられたのだ。そして、フェスの余韻はステージを離れても続いていた。ナンバーアンダーライン愛が去った後も、帰り道で、ナンバーアンダーライン愛が最高だった、と語り合うカップルや、フェス後のパーティー感覚で、ズマズマ最高だった。 と踊りながら喜びを共有する若者たちが見受けられた。このように、ナンバーアンダーライン愛の影響力はフェスの枠を超えて、彼らを目にしたすべての人々の記憶に深く刻まれていった。フェスが終わり、日常へと戻る中で、ファンたちはこの特別な体験を胸に刻み、また次のライブやイベントを待ち望むことになるだろう。夏フェスという一瞬の出来事が、これほどまでに心に残るのは、音楽そのものだけでなく、 その場で共有された感情や一体感、そして何よりも人と人とのつながりが生み出す魔法のような瞬間があるからだ。ナンンバーアンダーアダライン愛のサマソニー大阪2024は、まさにその魔法を体験する場所であり、ファン一人一人にとっての特別な思い出となった。そして、その思い出は、ただの過去の出来事として終わるのではなく、これからの未来へと続いていく。次のライブでまた彼らに会える日を待ちながら、 ファンたちはその瞬間に心を躍らせるだろう。そして、その時が来た時、彼らは再び、乾杯とともに、一体となる瞬間を共有するのだろう。そんな未来への期待とともに、この夏の思い出は胸に深く刻まれていく。ナンバーアンダーライン愛のサマソニー大阪2024でのパフォーマンスは、音楽フェスの一つの到達点であり、これからもファンと彼らが歩む道の一部となるに違いない。 この夏の一つの体験が、次のシーズンへと続いていくという予感に満ちているのだ。さて、振り返ってみると、このフェスの特別な一体感は単に音楽やパフォーマンスの力だけではない。暑さの中で耐え忍びながら、同じ思いを共有する観客同士の結びつきも大きかった。倒れそうになる自分を奮い立たせるために、周りの観客と共に助け合い、声を掛け合う姿は、まるで古き良き時代の村祭りのようだった。 フェスの中で育まれるこうした瞬間は、まさにライブならではの体験であり、それが新たな人間関係や絆を生み出していく。そして何よりも、ナンバーアンダーライン愛のメンバー自身が観客に対して感謝の気持ちを持ち続けていることが、彼らの魅力を一層引き立てている。多くのアーティストが、ステージ上でパフォーマンスを披露するだけでなく、その後の SNS やライブ配信を通じてファンとの交流を深めているが、 ナンバーアンダーライン愛もその例外ではない。彼らがサマソニゴに行ったインスタライブでは、ファンとの距離感がより近く感じられる瞬間がいくつもあった。岸君のインスタライブでは、フェス後の疲れた表情を見せながらも、笑顔で、ありがとうとファンに語りかける姿が印象的だった。彼の一言一言が、ファンにとって特別な意味を持ち、まるで親しい友人と話しているかのような感覚を与えてくれる。 彼らの音楽はもちろん素晴らしいが、こうした人間味あふれるやりとりこそが、ファンが彼らを応援し続ける理由の一つなのだろう。フェスという非日常の空間では、時間が一瞬にして過ぎ去り、その瞬間を最大限に楽しむことが求められる。観客は、日常の喧騒から解放され、音楽に身を委ねることで心をリセットする。それが夏フェスの醍醐味であり、そこにナンバーアンダーライン愛がいるという事実が、 さ翔くんのサングラスを取って、乾杯しようと呼びかけた瞬間、会場全体が歓声に包まれたのは、その場にいた誰もがこの瞬間を共有しようという強い気持ちを持っていたからに他ならない。そしてその投げキスに応じて、多くのファンが感極まり、まるで映画のワンシーンのような美しい光景が広がった。ファン同士が、こんなにも素晴らしい瞬間を共有できた、と感じる瞬間こそ、 音楽フェスののの最大の魅力ななかもしれないまた、この夏フェスが終わった後でも、ファンたちはその余韻に浸り続け、次に彼らと会える日を心待ちにしている。その一方で、フェス会場で見知らぬ人と交わした何気ない会話や、共に汗を流しながら過ごした時間もまた、深い印象を残しているだろう。サマソに大阪の会場で聞こえてきた、ナンバーアンダーライン愛最高だった、という声や、ズマズマが忘れられない。 と興奮君に語り合う若者たちの姿がその証拠だ。こうしたフェス特有の体験が人々の心にどれだけ強い影響を与えるのか改めて感じる瞬間だ。フェスが終わった後もファンたちは SNS を通じて感想を共有し合い次に向けての期待がどんどん膨らんでいく。そのプロセス自体が一つの新しい楽しみ方となり音楽フェスという文化をさらに進化させているのだ。また ナンバーアンダーライン愛がこのサマソニー大阪2024で披露したパフォーマンスは、単なるエンターテインメントにとどまらず、音楽が持つ力の本質を改めて示すものでもあった。彼らが観客一人一人に対して丁寧に言葉をかけ、感謝の気持ちを伝えるその姿勢は、音楽が人々をつなぎ、支え合うための力を持っていることを象徴している。彼らの音楽を通じて、多くのファンが元気をもらい、 新たな挑戦に向かっていくことができるそうした音楽の力を再確認できる瞬間こそ、フェスの本質なのかもしれない。このフェスの成功は、ナンバーアンダーライン愛にとっても、ファンにとっても大きな意味を持つものであり、これからの彼らの活動にも大きな影響を与えるだろう。サマソニー大阪でのパフォーマンスは、彼らにとって新たなステップとなり、さらに広い世界へと飛び出していくための一歩に違いない。そしてファンたちは、 その成長を共に見守り応援し続けることだろう彼らの音楽はただの一時的な流行ではなく時を超えて人々の心に残り続ける。これからもナンバーアンダーライン愛の音楽は夏フェスやライブを通じて多くの人々に感動と喜びを与え続けていくだろう。そして次に彼らがどんなパフォーマンスを見せてくれるのかファンたちはその日を待ち望みながらまた新たな思い出を作り続けるのだ。 このサマソニー大阪2024での体験が、一つの夏の思い出として終わるのではなく、これからの音楽シーンやファンたちの未来に影響を与えていくことを願わずにはいられない。音楽の力は、人々をつなぎ、困難を乗り越えさせ、そして新たな希望を与えるものである。ナンバーアンダーライン愛の音楽もまた、その力を持っていることを証明し続けていくことだろう。音楽フェスという特別な空間で感じた熱気と興奮は、 時間が経つにつれて記憶の中でさらに美化され、心の奥底に深く刻まれていく。そして、その記憶がまた新たな体験の基礎となり、未来へと続く新しい物語を紡ぎ出すのだ。フェスという瞬間的な体験が、こうして長く心に残り続けるのは、その場にいた人々の間に共有された特別な感情があるからに違いない。最後に、音楽フェスの中であなたが体験した特別な瞬間は何だっただろうか。 そして、その瞬間があなたに与えた影響はどのようなものだっただろうか次のフェスでは、あなた自身が新たな物語の主人公となり、また新しい思い出を作ることを楽しみにしているだろうかそれとも、もう一度、過去の思い出に浸りながら、その瞬間を再び味わいたいと思うだろうか